代。中できてますよ。サイドマジーニョメルが体に当たりましたが、マジーニョ。マジーニョ逃げちゃいましたよ。中に入ってくる。シュート。こぼれ球。マジーニョ落とす。田代。マジーニョ。浮き球。こぼれたところ。よく奪いました奥井。ここにはマジーニョ、ポポもいる、遠いところ田代、その田代落としてシュート。杉浦枠は捉えませんでしたが、フォワードに経験値の高い吉田を入れてくるんでしょうか、足立監督。田代がパスを入れてポポのシュート。よくブロックいきました。田中秀夫、田代入ってますね。サイド田代、マジーニョ前にポポ、長い距離を相馬走っているが、まあ、またしかし田中秀夫が強くいきます。この辺りでボールを奪っていくチャンスになって田代流して、田中秀夫のシュート、コース変わりましたが水谷、ああいう位置で、しかしこうアビスパはね、こう裏を狙う意識はあるんですけども、はい、あの上後のあーっと落としたポポ、田代が落としました。ああいうところですよね、はいはい、お母さんになんて言ってるぐらいだったんで、うん、もう少し、ね、前目にいてもいいシーンというのは何回かありましたね。あ、折り返せるかい、田代ヘッド決める、小川どうだ、シュート、浮かしてしまった、あそこで外してしまった。2人で囲んでいく、これが小阿部の強さ。さあマジーニョ、いやー、いや抜けるポポ、いや失礼しました、田代シュート、どうだ、これはしかしは、あるいは秋元触ったかどうか。マジーニョ、これも高いボールを入れます。ヘディングからシュートは有田、なかなかこう上空に上がるボールがうまくつながりません。ポポ、田代来た、ボックスどうでしょうか、振り向けるのかポポか、これはマジーニョだ、左足枠ごとだと。そして大谷、ポポダイレクトに入れて、さあここはワンタッチで小川、裏に抜けてシュート放つ、クロスだ、惜しいですね。寺田がスプリントを詰めていました。さあここはチャンスになるか、田代シュート打つ、マジーニョ、マジーニョのシュートわずかに右でした。持ち方っていうのがサイドバックなんですよ。そしてここでエステバンが取った、中に出して田代が後ろ、マジーニョ、最後は試合というシーンが見られました、はい、ポポ、マジーニョ、橋本が前でボールを受けようという仕草を見せますが、シュート狙った、クロスボール森岡から縦、田代ポストプレー、ダイレクトのシュート、枠を捉えることはできませんでした森岡ということになりました。後半に全てゴールを決めているという田代、今日も後半にゴールを決めています。さあそして小川だ、小川、左足で打つか、左足